まずはマツコデラックスさんの簡単な紹介です。千葉県出身の1972年10月生まれで、現在ではタレント業やテレビ司会者としての活躍をしています。マツコの知らない世界や月曜から夜更かし、そのテレビ番組ではご存知の方も多いのではないでしょうか。少しトゲのある言い方ながらも、その裏には優しさが溢れている表現を多用していて、幅広い層から人気を獲得しています。今回はそんな独特の世界観や言い回しを持つマツコデラックスさんの魅力の裏に隠された6つのコミュニケーション術というものを紹介していきます。どれも日常のコミュニケーションに役立つものばかりですので、ぜひね、意識して実践していくようにしましょう。それでね、早速見ていきましょう。マツコデラックスさんが用いているコミュニケーション術はこの6つです。1つ目、会話の中に相手の名前を入れる。2つ目、共感する。3つ目、相手を認める。4つ目、質問をする。5つ目、褒める。6つ目、相手のテンポに合わせる。この6つになります。これらの具体的な例であったりポイントっていうものは YouTube の方で詳しく解説していっているので、興味のある方はぜひね、そちらの完全版もご覧ください。